立憲民主党が大混乱、本田平奈が離党し、議員辞職へ。立憲民主党の本田さんが未成年の性行同意年齢に関する発言を行った件で、立憲民主党を離党し、議員辞職すると表明いたしました。この問題について、簡単に整理いたしますと、まず本田さんが立憲民主党の非公開の会議の場で、未成年の性行同意年齢に関する発言を行い、それが、 マスコミにリークされ、炎上し、当初立憲民主党は黙認しようとしておりましたが、炎上が止まらず、本田さんに対して厳重注意を行いました。それでも立憲民主党の支持層である左翼の皆様が怒り狂い対応を強く要求したため、本田さんに対して党員資格停止などを行おうとしておりましたが、まあこういった同じ問題で、 二回以上処分するという行為は、憲法の趣旨にも反しますし、また、外圧に屈する形でおかしな対応が取られようとしておりましたので、民主的な対応とも言えません。その後、産経新聞が二十六日に本田さんに対してダメ押しとなる報道を行い、本田さんが立憲民主党を離党し、議員辞職すると表明いたしました。 結局、立憲民主党は、本田さんを処分せず離党を認めておりますが、これで立憲民主党において離党や議員辞職の基準が明確になりましたが、まあ、このような犯罪行為に関する暴言、主張については、本田さんだけではなく、福山哲郎さんなども行っておりますので、 立憲民主党のその他の議員についても、この本田さんの基準によれば、辞職する必要が出てくるんじゃないかと思われます。今回の問題、立憲民主党が大混乱している様子が、国民にも見えてしまっており、立憲民主党と名乗っているにもかかわらず、その対応は、 立憲的でもなく、立憲主義でもなく、民主的でもないという事態が確認されてしまいましたので、立憲民主党には、このような問題をなぜ引き起こしてしまったのか、検証を行っていただき、国民の皆様に説明責任を果たしていただくよう、お願いいたします。 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。